総理からのご指示を踏まえて、外務省は現地関係の諸国の大使館を通じて今、情報収集全力を挙げているという状況です。外務省としては画像を確認されたのは、あることを確認されたのは、どのぐらいのタイミングだったんでしょうか。今日流れてた映像ですか、はい、午後3時ぐらいの段階だったと思いますけどね。時間、今夜これからの対応というのはどういうふうに、はい、まだこれ事案が続いておりますから、我々は情報収集、これ時差もありますから、現地の大使館で一生懸命当たっている方向を随時私のところに入ってくることになります。